Perry. 76.4 FM. 本田ひとみとワールドゲッチュー、 Supported by ネザス。皆さんこんばんは、本田ひとみです。アニアセヤひとみにだ。さて、毎週木曜日のこの時間は私本田ひとみがおしゃべりしていますが、最終週は本田ひとみとワールドゲッチュー。栃木から海外へ留学した経験のある人たちや、逆に海外から栃木へやってきた人たちにいろいろなお話を聞いていく番組です。それでは早速今日の1曲目をおかけしたいと思います。私がそうですね、この曲を選んだ理由は、なんか朝に聴くと今日も一日頑張れる気がする、そんな曲です。サビの歌詞で、あの、美しい青春の一枚一緒に書き進めていこう、君との思い出でいっぱいにするっていう歌詞があるんですけど、なんかその歌詞を見ていて、なんか私もこう一日一日をね、こう美しい青春の思い出としてアルバムにこの瞬間瞬間を、ね、残していきたい、そんな一日を過ごしたいなっていうふうに思うので、この曲を朝よく聴いています。皆さんもぜひ、今は夜の時間だけど明日の朝とか1曲目にこの曲聴いてくれたらいいなっていう風に思います。 Day6 で Time of Our Life。 本田ひとみとワールドゲッチュー、この番組はネザスホールディングスの協力でお送りします。ワールドゲッチュー、本日お話をお聞きするのは、ベトナムから参りました、マイスンロックと申します。おお、参りました申します、日本語がとても丁寧ですね。本田ひとみと申します。私はあまり申しますっていう言葉は使ったことないかもしれませんがそれではマイスンロックさんのプロフィールを紹介します。日本語や日本のビジネス知識を学びたい、日本の文化を体験したいという思いで留学を決めたマイスンロックさん。現在24歳ですが、なんとすでに結婚していて、母国では奥さんと息子さんがマイスンロックさんの帰りを待っているんだそうです。現在大学4年生、アルバイトと学業を両立させながらの大学生活を経て、卒業後は日本とベトナムに関わる企業に就職するのが目標なんだとか。え？ 24 歳で奥さんと息子さんがいらっしゃるんですか？待って、私と何歳差だ？そんなに年 5,6 歳しか変わらないのに、もうお父さんなんですね。わー、すごいな。若いのにすごくしっかりされていますね。でも家族を母国に残してまでも日本で学びたいという強い思い、いやーすごい決心ですね。で、小さなお子さんいらっしゃったらやっぱり毎日会えないのって本当に辛いと思うんですけど、もしも自分がねこの年で子供がいるってなったらやっぱり毎日会いたいですよね。うん。留学生の皆さんってアルバイトをして自分でね学費を稼ぐって人が本当に多いから、いや本当に素晴らしいなって思います。日本のいいところは季節によって景色が変わっていきます。残念なところは日本人は働きすぎてストレスをためることが多い。あ、季節が変わる、四季があるっていうの、私当たり前だと思ってました。当たり前でもないか。まあさすがに冬と夏っていうのはどの国にもあるって思ってましたあ、ちょっとはい、すいません、勉強不足ですがね。え、やっぱり暑かったり寒かったりしていろいろ忙しいけど、それも日本の良さなのかもしれませんね。そして日本人は働きすぎという、ね、コメントもありましたけど、まあそうですよね。最近では結構働きすぎとかで社会問題になっていたこともありましたけど、私自身今こうやってお仕事をさせていただいて感じたのは、
うん、でもやっぱり忙しい分私はこう働くっていうか働くっていう考えでこうやってないので、なんだろうな、たとえ大変なスケジュールであってもこう終わった後の達成感っていうのはその分大きいし、むしろ私はこうたくさん働くというか、ね、アイズワンとして活動するのはすごく楽しいので、私はとてもやりがいがあるなっていうふうに思ってます。言語の壁や価値観、習慣の違いは自分の想定以上に影響をもたらし、私の夢への気持ちも何度か揺らいました。しかし私は日本人と対話を大事にする、緻密なキーカックを立てて実行する、常にポジティブに努めるなどの工夫をしながらその難局を乗り越えた。なるほど、価値観や習慣の違い、同じ日本人でも人それぞれなのに生まれも育ちも違う外国の方だったら、そうですよね、ね、価値観の違いによって全く共感してもらえない辛さ、そうですね、私もわかるような気がします。言語の壁っていうのは私も本当になんか感じるところはありますね。伝えたいことをこううまく伝えられない、こうストレートに伝えられないもどかしさっていうのは本当に、私も今ちょっと韓国語は、ね、できるようにはなりましたけども、まだそういう部分あったりするので、そのもどかしさっていうのは本当に理解できます、私も。そしてマイスンロックさんがやった3つのこと、日本人との対話を大事にする、しっかりとした計画を立てて実行する、常にポジティブに努めるということだったらしいんですけど、言うのは簡単だけど実行するっていうのは大変ですよね。対話の大切さは私も本当に大事だと思います。韓国語とかこうやっぱ言語って教科書だけで学ぶよりも実際にこう現地の方と話することで、なんだろう、イントネーションだったりそういうのを学ぶこともできるし、私もいつもあ、これ本当に韓国語合ってるかなっていう不安を抱きながらこう話してる部分があって、割とネガティブになっちゃってるんですけど私は、でも常にポジティブに努めるっていう、ね、素晴らしいと思います。ポジティブにいるってかなり大変なことだと思うんですよね。だから3つとも自分に厳しくないとできないことだと思うんですよね。24歳でね、こんな大変なことを常に心がけてるのは本当に私も見習わなきゃいけないなっていうふうに思います。あんくん元気？毎日ちゃんと食べてる？君とお母さんに会いたいが忙しくてベトナムに帰れないが、お父さんは毎日元気で頑張ってるから心配しないでね。わあ、感動的なメッセージですね。泣けてきました。いや、私も日本にいる家族に会いたくなっちゃいましたね。ね、きっとアンくんも絶対にお父さんに、ね、いや、お父さんが思ってる以上にきっとアンくんはお父さんに会いたいなって思ってるはずだと思います。家族と離れて日本で頑張るマイスンロックさん。私もマイスンロックさんの力になれるように、特になんかこう俺ができるっていうわけではないかもしれないですけど、やっぱり私も家族と会えないっていう同じ立場ではあるので、お互いにね、家族に会えない寂しさを抱きながら大きな前向きな明るい未来に向かって一緒に頑張っていきましょう。さて、毎月最後の週にお届けしてきました留学生の方にいろいろなお話を聞く番組、本田ひとみとワールド月中ですが、実はですね、今日で最終回となります、ね、今ってみんなびっくりされてると思うんですけれども、
アイズワン本田瞳のワールドゲッチューの方は10月から時間をお引越しして続きます。はい、皆さん大丈夫ですよ。アイズワン本田瞳のワールドゲッチューは毎週月曜日の夕方4時25分頃からワイド番組ビートの中で放送となります。時間が変わる、しかもワイド番組の中ということで、今まで本田瞳のことをあまり知らなかったという人にもね、こう時間帯的に聞いていただけるいい機会になるのではないかな、なんていう風に考えています。そしてですね、これまで本当にたくさんの留学生の方のお話を聞いていきましたが、私もある意味留学生ということで共感できる話も本当にたくさんありました。留学生の方のね、お話を聞いて改めて学ぶことだったり気づくこと本当にたくさんありました。これからも留学生の皆さんと一緒にね、私も明るい未来に向かって一生懸命頑張っていきたいと思います。それでは月曜日の夕方にお引越しするアイズワン本田瞳のワールドゲッチューを引き続きよろしくお願いいたします。初回は10月5日の月曜日です。以上、本田瞳でした。여러분원래는목요일오후9시반부터방송했었는데10월부터는오후4시25분으로이사를했습니다그래가지고여러분10월부터는월요일오후4시25분에만나요안녕잘자요